女子部屋の皆さん、ご飯の時間ですよ。じゃあちょっとキャベツでも食べて、朝はスープ補給といきますかね。元気いっぱい、よしよしよし、よし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 、ありますあります、用意してますからね。はい、用意してますからね。はい、はいはい、どうだ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 、あーいい食べっぷりだね。比較的にね、喧嘩というものはほとんど起きません。多頭飼いなんですけれども、ゴールデンは、いわゆるシリアンは向かないって言われてますけれども、寝床の小競り合い以外では特に大きな喧嘩っていう喧嘩はないですね。で、生まれたのも別々なんですよ。兄弟ってわけじゃないんですけど、一人っ子はいないですね。長毛の大きいこの子4匹は兄弟で、このカラーも兄弟で、生まれ別々で、生まれた時も白し、大きさ見てもらっても分かるんですけど、特に喧嘩ってのはないですね。寝る時も一緒に団子になって寝てるし、困ったことは特にないですね。ただもうちょっとこれ以上大きくなったり、また増えることがあったりするようであれば、これ以上の大きいショーケースを用意するっていう感じです。じゃあ今日はこの辺で、キャベツもなくなったことなので、以上です。それではまた。